内藤理解よ理解して理解されたい皆さんこんにちは、オルタンチャンネルナイトです。ウィン塩島です。大河です。ケイちゃんです。オークンです。ヨモキです。まあ YouTube 界一の変人であり平均両極端だな基人ですよ、基人。基人基人というか基準ですね。ちょうどスタンダードスタンダードいや俺はもう狂いたい、狂人になりたいですから誰も読めません、俺のことは。まあナイトはね、読めないですよね。まあ読もうと思っても読み切れないんですが、はい、今回内藤がドンキで欲しい商品を当てる企画になります。おー、はい、いやこれは当てらんないと思うよ。むずいと思う。俺はもう当てられないようにいきます。基人なんで全部ボケるってことですか。全部もうみんなに当てられたらもうそれは基準じゃなくて基準になっちゃうんで、はいはいはい、当てられたら俺はもう基準、はい、で外れたら基準で内藤さんこれ好きだからこれだよねっていうのが全部通用しないってことですか。そう、その裏を書いていくあーむずっ。でもあえてまたそれ戻って普通に買ってくる可能性もある。あれ買ったら本当にもう理解用ですね。理解用ドンキで4商品4テーマありまして、食べ物、バラエティグッズ、美容、生活系、うん、まあ、予算大体1商品3000円以内ぐらいで、なるほど、ナイトはもう好きなもの買ってきてもらうと。なるほど。で僕たちはドンキ行ってナイトはこれ買うだろうなって予想して、まあ、フリップで出すと。なるほど、はい、はい、でもしねそこで一致したらナイトが買ってきたものを当たった人が山分けできる。なるほど。奪えるんです。奪える。当たんなかったらもうナイトは自由俺自分の欲しくない商品買ってきてる可能性がある当てられないためだけの商品をナイトが欲しいものを買うのか、はい、あえてずらしてくるのか、だから激ムズです。そう、激ムズですね。激ムズ。ナイトは俺らに合わせる必要ないです。そうだよね、うん、もう自由に好きなものを買ってもらうという感じですね。まあ弟がいるんでね。そうなんです。弟と相方もいますし、まあ、いやいやいや、もう全て裏切っていきますよ視聴者さんもこれ絶対当てられないっていうものをもう出しますんで。これ当てられたらはずいっすね。はずい。はずい。みんなで当ててたり全員一致になかったらめっちゃはずい。買い出しいきましょうか。はい、せーの、 GO! オルタナチャンネル。さあ買ってきまして、帰りなさい。はい、どうですか。いやーこれねむずかった。俺の方も変な条件貸しちゃったからプレッシャーが。そう、自分の中でもむずくて当てられたら恥ずかしいみたいななってるから、ね、そうそう、裏読み裏読みで俺も何なんのかよくわかんない商品買ってきてなんか出した時に理由があんまりないかもしれないむずいぞそれは。これあるぞ逆に。じゃあだからそう、逆にあるかもしれないって、はい、じゃあ1問目、はい、食べ物。じゃあまずちょっとフリップに書いて、はい、はい、お願いします。食べ物自信あるな。だからそのね、俺が好きなものなのかそれとも全く正反対のものなのかっていうところもね、選ばなそうなものを買ってきてる可能性もあるし、選択肢がなんせ多いですからねめっちゃ多い、まあ、でも言うならばこれはあんまり動画では言ってないけど理由がある。ちゃんと自分が好きなものです。いやこれ当たったらマジですごい。奇跡中の奇跡。誰か1個でも当たったらすごいっすよ。いやすごい、全部の、うん、この中で誰か1人でもね当てたら、いや読まれてるなって感じ。うわ当てたいなーこれ。いや当てたら気持ちいいだろうな。あ、気持ちいいだろうな。当てたら俺はもうやられたって感じだね。見たもんかーっていう。そうそうそう。じゃあタイガからいいですか。はい、これはですね、はい、今回のコンセプト、目立ってるもの。なるほど。やっぱり買い物自体を早く終わらせたいですから、はいはいはい、そんな悩んでる暇なく目にパッと入ったのはパッといくんじゃないかなと。なるほどね。だから割とこうドンと出てるものを多くチョイスしました。はい、こちら一蘭のラーメン。なるほどね。あったよね、あったよね。一蘭の即席麺のラーメンがバーッと置いてあるんですよ。そうそう。で一蘭さんで撮影させてもらった時にいただいたりするじゃないですか。あるある。そういう理由も一応ありつつ、美味しいんでこれ本当に。美味しい。はい、ね、これ本当に美味しいんで俺もうすぐなくなっちゃうんですよ家で、はいはいはい、買って帰ったら、うん、なので欲しいなと思って。欲しいもの奪い取るもの奪い取りたいなと思ってぜひ買っといてもらえたら。いやーいい値段するんですよこれ結構。いやそうだね高級なやつでね、はい、これ四角のやつね、はい、こちらで。確かに目立つとやったのは間違いないんだよこれ。はい、一蘭ってそんな僕らの知らない一蘭ですか。絶対違うよな。このかっこいいの感じってなかなかないですね。かっこいい見たことない。そのかっこいいないな。世界一シンプルなかっこいい。俺今撮ってきた写真をしっかり見ながら描いてそうじゃなかったよね。そんな駐車場みたいなかっこいいのしないですよね。そんなに知らない字って大人になってないですからこちらですね。ちゃんと違和感を働かせてください。一蘭さん違和感
なんか今の中の違和感が働いてない。違和感ない。ないしっくりきたよ。あ、こうやって書くんだったんだ。今まで知らなかった。東を駐車場に止めただけ。東を駐車場に。ねえ、いいじゃん、屋根もあってね、この頭から突っ込んで入れる駐車ね。じゃあ、KK。はい。俺はこちらですね。辛ラーメン焼きそば。おー。チーズ味のやつがあったんですよね。辛ラーメン、はい、ほうほう、珍しくないですか、辛ラーメンの焼きそばバージョン。確かに辛ラーメンって言ったらね、そう、初めて見たんで、小物、珍しさから、こういうの選んでくるんじゃないかな、ちょっと紹介しやすいものみたいな。なるほどね。韓国コンビニあったじゃないですか、ナイトさん、はいはい、あれの時食べませんでしたっけ。食べたっけな、俺食べた気がするんですよ。あー、でもなんかありましたね、あったかも、あったあった、俺食べたって言ったのか。なるほどね。覚えてないか。覚えてない。初めだよ、そんなのある。二人とも機械動画で見てるはずですよ。二人ともですけど。記憶はお互いに全然覚えてない。じゃあともくん、僕はね、これ兄ちゃん見つけてたら買ってると思います。なるほど。結構動機がしっかりしてる。こちらピザポテト聞いたら、これがあったんですよ、お菓子コーナーに。うわ、ピザポテトの親和性すごく高い。確かに。そう、だから見つけてたら買ってるけど、見つけられてるかなっていう。へぇー、聞いたらも好きそう、うん、確かに。これだよね、コーナーのさ、縦で並んでたコーナーにあったやつね。うわっ、はいはいはい、最終選考に入ってて、ない。でもそうはいかないよって言って買ってない可能性もある。可能性ありますね。あえて外す可能性もあるしっていうね。うわ、でも場所分かってるから一回見てる。おーおー、確かに頭には入ってますね。じゃあ、おっくん。僕もね、この中で言うとともくんに近い。おそんなね、調理するものなんて食べれないんですよ、内藤さん。ああ、すぐ開けて食べたいんだから。確かに。これです、松茸の香りキノコミックススナック。あったの見ました。あー、なるほどね。はいはいはい、まあ僕が勧めた椎茸チップス、はいはいはい、それの展開版、松茸の香りキノコミックススナックが入ったところにありました。一番いいんじゃない、これ。松茸のなんて読むんだろう、それ。香り、香り出す瞬間も気づいたんですけど、間違いみたいな感じ。謝罪してくれ。いやいや、謝罪おかしいじゃん。そっちがしてないんだから、謝罪。なんで俺だけ謝罪していい。違和感に、違和感がね。違和感に気づいてください。今、ケイに教えてもらった。これも、なんか俺が見つけたって本当に言いそう、言いたくないです。はい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 、確かに確かに。なるほどね。じゃあ僕、まあ言うてね、10年やってますし、はいはい、大学時代も知ってるわけですから、はい、はい、内藤のボケの方向性だったり、まあ、まあ、それをね、バランスよく今回チョイスしてくると思うね。ちょっとボケもありつつ、ただ自分の欲しいもの、焼き芋です。焼き芋、うわー、なるほど。本当に焼き芋ありました。あるね、あった、はい、逆にそこら辺行くんじゃないか。うわー、そういうことか。焼き芋、ほうほう、あるかも、はい、すごい、それ言ってたらすごいね。それ言ってたらすごい、あれがあってた。クリームブリーですけど、ちょっとドンキーといえばみたいな。はい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 、一発目はここ行くんじゃないかな。なるほど、王道の方ね。説明も兼ねて下降りないと。降りない、うん、あー、入り口のところね。はい、なるほど。さあ、ということでいきたいと思います。1問目、僕が当てきた、こちらです。じゃじゃん、ポッキーつぶつぶいちごでございます。これはやばい。はい、勝ちました。ポッキーつぶつぶいちごでございます。これはやばいな。詳しく聞かせてください。それ好きなんですか。これ、俺ポッキーの中で一番つぶつぶいちごが大好きなんです。あ、そうなんだ。そう、だけど動画では言ってなかった、この王道中の王道のポッキーをあえてドンキで買いに行くということは予想しないだろうと、それで買ってきました、ポッキーつぶつぶいちご。面白い。これは面白い。これはむずいな。なんか、見え切らない商品です。これはやばい、この企画やばいぞ、この企画。今日だから、この難易度です。この難易度の当てられたらマジですごい。いやー、1個ぐらい浅いな。そうか、誰があるとないな。
インパクトがあるのじゃないんですね。そう、もう誰もこれはあえていかないだろう来てます。だってこの6個の商品なかったら一番内藤さんじゃないですよこれが俺らの方が内藤さんですよね、うん、そうだ、これを避けてここにたどり着かないといけなかったっていう。いや、むずっ。ピザポテトの1個深いところだ。そう、もっとです。そんな王道なとこいかないです。ピザポテトの1個深いところこれ。いやいや、ちょっと全然深いとレイヤー意味が分からない。下に行くとこいつが待ってますから。もう一周回ったらここいけるんだよ。内藤さんの本当に好きなものってことですね。まあこれはガチでもうコンビニとか行ったら結構買うものっていう。なるほど。そうそうなんだ。見たことないけどな。無理よ。だからもうジャンル当てたらもうすごいぐらいだね。確かに確かに。言ってたらもうすごかったすごかった。確かに。もう俺らの当たりと言っても過言じゃないぐらい。あ、そうだね。確かに。つぶつぶ一が無理だとしても、うん、だ今回それぐらいの広さでもマジで当たったらすごいです、はい、よっしゃ。じゃあもうかすったらもうそれは正解ぐらい。あ、もういいですよ、それぐらいでいきましょう。さじ加減で、はい、うん、そうだね。これはプレゼントだと。そう、はい、ジャンルの中に入ってたら OK です。なるほど。さあ、じゃあ2回戦目、バラエティグッズ。バラエティグッズ、あ、これはね、唯一一番可能性ある。これガチ自信あります。俺もちょっと自信ある。俺もちょっと自信ある。これが、まあ自信がある。一番近いと、当てられるとしたら近いかもしれない。トモ君の可能性もあるよな、この商品。これなんですよ。どういうことだよこれはね。まあシンプルに、おもろと思って。そうだよね。あ、やばい、あるな。やばいな、ね、内藤さんやられてます。やばいやばい。内藤さん恥ずかしいですよ。やばい、これ当たったらマジだぞ。これ来たぞ俺。あるぞこれ。シンプルにちょっと面白そう。これなんですよ。これ来たわ。やべえ、2問目でおもろいものを買おうっていう脳みそが働くんですよ。トモ君と一緒かもしれんじゃん俺。完全に俺もうこれは自信あります。ちょっと俺全然違うから先行きたいな。逆で。僕もそうですわ。ちょっと今なんて言ったないと。どんだけ、どんだけって言った。どんだけ。いや、シンプルにこれおもろ、やってみたい。いいですか。お、将棋。いいずらし。渋い。将棋これはありそう。でもありそう。面白そう。今のライトの発言からすると絶対違う、ずらしてこの世界の将棋見て、あ、面白そうやって思わないですよ。思わない。30になっておもろそう。あのちっちゃいこれぐらいの箱に入ってたさ、あーあるある、これちっちゃい将棋あれ、ね、って降りた時に。そう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 。いやー、なるほどね。じゃあ奥君。僕も絶対ないって確定してるんですよ、うん、ドンペン、ぬいぐるみ体。やりそう、やりそう、でもやりそう。めっちゃやりそう。結構でかくて、肩幅ぐらいあるんですけど、それで1900円だったんですよ。いや、そうですね。上の方に並んでる。あ、目に入ってるんだ。目に入ってますね。まあなんか、セットしてなさそうなんで、ないだろうなと思ってます。いや、まだわかんないですよ。じゃあ、ともくん。はい。マジで当てます。ちょっと本当に兄ちゃんがおもろそうって思うやつなんですよこれ。はい、こちらです。魅惑の美声。何それ。んって言った今。思わず振り返ってた。この錠剤みたいになってて、ああ、よくあるね。ドンキ、昔からあるやん。そう、ドンキの商品だよ。それはよくあるの。そう、昔から YouTube あるのよそれ。ありますよね。トムまだ1年目だからちょっとあれだけれども、多分みんな初期にやってるんじゃないかっていうぐらいの。YouTuber 初期の頃それ結構使われてたやつ。すいません、次行ってください。次行ってください。これ勉強不足で。勉強、まあまだ分からないですよ。ライトは今変わらそうだなって。一周して買ってる可能性あるね。いやもう彼としてはもうスタートダッシュのつもりだったけど一周遅れだった。逆にちゃんとした YouTuber のルート走ってるよ。それ見て面白そうって、ね、初めて初見で思うっていう。みんなにこんな商品あるのって言われるかと思ったら YouTuber のになってきたね。うわ、KK 今はこれですよ。ショートの時代でもありますし、これ結構目立ってました俺的には。ほうほう、こちらじゃがりこショック。ほう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 。本当にあのじゃがりこね、お菓子のじゃがりこの形のパニックゲームみたいなやつですね。一本ずつこうじゃがりこ取っていって、うん、あ、誰かがバーンって弾けるみたいなやつあったんですよ、うん、なんか、はいはいはい、内藤さんやってみたいと思うんじゃないかな。なるほどね、実際にできるやつね。できるやつ。動画で買ってきたらここで披露できるみたいなことはちょっと考えるかもしれないっていうね。いただきました。サムちゃんとかね。そうそう、うん、この後にも活かせるものっていうところ。いただきましたね、これ。ガのここ長くない？長っ。リの長い部分と張ってるぐらい長い。そこ気になりましたか？違和感感じました。前の髪の長さと同じぐらい。それ、やったことある気すんだよ、オルタナで。あ、マジっすか。うん、まあポッ
ッキーはやってたのよ。あ、そう、ポッキーはい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 。そう、これもね、結構やってる可能性あるぐらい。マジっすか、俺初めて見たわ、ジャガリコショップ。一緒です、一緒。1年目、1年目見かけのビセット一緒。2、3年目ぐらいの経験。もっと頑張ります。将棋はやったことあります？俺将棋はないです。じゃあ、これから流行るかもしれない。確かに、やっぱ10年目になると将棋が一番おもろいって気づけ。俺もですね、なんか昔見たことがあって、なんかなんで今また大々的に置かれてるんだろうような商品があって、すごい目についたんですよ。で、見た目的にも可愛い。こちら、おたまトーン。はいはい、流行った昔、流行ったじゃないですか。でもなんかもう一回リバイバルされてるのかわかんないですけど、最近なんかちょこちょこ見るようになって。ただね、こう縦に飾ってありました。はい、これ結構目立ってたし、まあそれこそこの場ですぐ音鳴らせるっていうのであるんじゃないかなと。確かにそれはね、はい、オルタナでやってなかったかもしれない。確かに。で、金額も3000円ぐらいで買いやすい。確かに、いけそう。なるほどな。うわ、ついてるわ、みんな。ついてるわ、痛いとこついてる。僕が買ったのはこちらです。じゃじゃん、スーパーマウスホーンでございます。わー、見たこれ。出とんじゃそれ。何それ。俺見た、これ口に挟んで音が出たら負けみたいな、プーってなっちゃったら負けみたいな。あー、なるほど。めっちゃいい。そう、これは普通に YouTube 的におもろいなと思って、シンプルにやってみたいと思って手に取った。あー、へー、使えそう。そう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 。チョコプラさんとかやってましたね。そう、本当にチョコプラさんがこれ。あ、それチョコプラさんじゃん。そう、なって吉本から出てるってやつ。へー、そう、ちょっとやってみていいですか。はい、これ手に取ってました。マジ。そこに来た。すごいよ。めっちゃ悔しい。やばっ。やっぱさすが兄弟、これ当てれたな。ちょっとこの後 KK ずっとつけといてもらう。拷問器具みたいな。たらいをちょっと上から落としてもらってもいいですか。これで音が出るかどうか。はい、落としてもらってもいいですか。なかなかそんな先輩にでも。そんなセリフあんま聞いたことない。そんな自分で加えて。自分で打って。ちょっとあれなんじゃないですか、責任感じてるんじゃないですか、ちょっと難しくして。なんか作ろうって頑張ってくれてるんですよ。とりあえず顔ね。そうですよ、ありがたいことだ。いきまーす。3、2。うるせえ。うるせえ。これ、いいねこれ。いいアイテム手に入ったわ。すげえ音出るじゃん。めっちゃ出る。いい音になりますね。いや、これを一回やりたかったので買ってきました。あ、まあまあいい撮れたか。これが一番やっぱ近いヒントだと思う。あとはもう激ムズ。あとはもう当たんないと思う。やばいよ。やばい、あとはもうやばい。OK。 続いて、じゃあ3問目、美容。美容は無理よ。美容は無理よ。これはマジでむずいと思う。商品数半端ないんですから。これ当てたらすごい。まあでも基本的にジャンルだったらちょっと広くなるかもしれない。うん、ジャンルでいこう。ジャンルだったら自信あるわ。これはね、まあちょっとイメージとは違うかもしれないけど。イメージとは違う。違う。うん、ちょっと違うけど、本当にまあ欲しいというか。あ、じゃあちょっとワンチャンあるぞ。うん、ガチで、うん、ガチで使うから買う。うわっ、これあるわ、あるわ、あるわ。 KK から。はい、はい、この間イベントで化粧メイクしたりとか。ああ、はい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 。で、そういうところから内藤さん、ああやってたね、今後は、うん、メイク後の化粧落とし、うん、クオリティ高くていいもの、デュオクレンジングバーム。なるほど。うん、こういうとこね、気使っていこうって最近思ったんじゃないかなと思って。なるほど、なるほど。うわー、うわー。で、値段が3500円くらいで、まあ3000円超えるんですけど、まあいっちゃえみたいな、はいはい、ところまでなんかありそうな。なるほどね。美容で。確かに確かに、美容系で。うわー、いいとこついてますね。じゃあ、ともくん。これはですね、今日の兄ちゃんを見たらヒントがあります。うわ、兄ちゃん髪切ってます。おう、これ髪に関する商品買ってます多分。こちらです。 CC オイル洗い流さないトリートメント。なるほど。これ髪につけるやつなんですけど、オールインワンらしいんですよ。兄ちゃんってオールインワンという言葉がすごい好き。確かに。それ一本で完結するものが好き。
これ髪の毛プラスオールインワンということで、これです。なるほど。内藤さんのツナマヨ丼とかあれもうオールインワンだから全部混ぜるのが好き。全部入れるのが好き。そういうことや。確かにね、オールインワンって言ったら振り向く。はい。なんで髪につけるツナマヨ。違う違う違う、例えば言ってるだけだから。例えば例えば話こちらの方そうか、いきます。僕まあまず最初出してみますね。はい、メラの CC 化粧水。これね、ちょっと理由があるんですよ。この間、令和荘をお邪魔して風呂借りたんですよ。ああああ、メンバー全員のボックスにメラの CC の化粧品が刺さってんの。怖いぐらい全員この黄色いやつ、いや、確かにいいと言われてるのは知ってるんですよ。全員なんか布教してんじゃないかな。ああいうやつをそうみんなに配って、そう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 、なんか俺を信じるならまずこれから。化粧水からちょっと高く売りつけてんじゃないかな。メラの CC セドリやん。そうそう、そのぐらいみんな使ってたから、ちょっとこれもしかしたら内藤さん使ってんじゃないかな。なるほどね、ハマってて布教してると。これ美容系の YouTuber さんですごいいいとね、値段の割に効果がめちゃめちゃ高いってよく言われてます。気になる。これなんじゃないかと思ってます。よく見てますね。なるほど。いやー、俺も、あー、でもちょっと自信なくなってきたな。え、またします。はい、ヘアジェルのジェックス。ジェックス、これ、トーク使ってなかった？あ、それ兄ちゃん買ってきたやつ。え俺が前、イベントの時に買ってたやつ。あ、違うな。行きの薬局で買ってきたやつ。あ、じゃあ、ないです。あれだよね、このチューブ型のやつで、オーシャン東京の。そう、トモくんがイベントの時使ってて、すごくいい髪型になった。あ、自分でやってて、それ、内藤見て買うかなと思ったけど、内藤買ったのか。2本目買ってたから、今日。いや、わかんないです。ストックストックで、気に入って。いやいや、まあまあわかんない、わかんないですね。じゃあ、タイガ。はい、まあそろそろお肌のこととか気にしていこうかなと思って、うん、そんなにやってなかったけどやっていこうかなみたいな商品、うん、おー、キュレールシートマスク。あー、マスク系ね。フェイスパックですね。はいはいはい。キュレールなんかよく渋谷さんとか K とかね話題に出してるんで、確かに結構キュレールコーナー大きかったんですよ。うーん、なんで目について買ってるんじゃないかなという。なるほど。はい、ジャンルは分かれたね。分かれましたね。分かりましたね。利用広いですから。あのですね、一人、うん、います。うぇ、あるよ。あの、ジャンルではなくて意外なところが一致してるのがあります。なんだ。なのでそれはもう1ポイントで言っていいんじゃないかな。あるよ、あるよ。 CC あるよ。キュレルかな、パックかな、バーム、バーム、どの部分かな。いやー、これいきますよ。もう発表します。正解はこちら、オーシャン東京ヘアスプレーでございます。だからこれ買ってやっぱオーシャン東京で揃えたくなってみたいな。そう、今日髪切ってきて、で前髪作った時に俺割れるんすよ、ここが。だからちょっとヘアスプレーで固めて割れないようにしようと思ってヘアスプレーで、オーシャン東京のが目立ってたから買ってきたっていう。あ、なるほど。まあブランドは一緒だからね。そうだ、これはニアピンで1ポイントでいいんじゃないでしょうか。まあ確かに、うわー、確かにいいかも。いやー、じゃあ次は1ポイント。まさかのね、一番ないかもって言ったけど、まあ、すごいわ、ま、オーシャン東京でまさかの。どんな感じですか。これ使うんですか、渋谷さんは。ヘアスプレーとか、これ俺持ってます。はい、オーシャン東京通ってるんで僕。そうですね、ちょっと当たってもらったけど返します。あるから、あるから、ちょっと今使ってみてよ。うん、ぜひぜひ。え、オーシャン東京って何ですか。美容院。美容院、え、知らない。美容院とかもよくわかんないし。え、そうか。まあ横文字だとね、やっぱ耳に入ってこないよね。大丈夫大丈夫大丈夫、知らん。あ、あれだ、くるくる回るやつに色が近い。あ、そういうこと。都会の前でくるくる回ってる。そう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 。あ、それそれ、あれ全部オーシャントーク。うん、ああ、じゃあ行ってます。いや、じゃあ行ってます僕。オーシャントーク行ってます。ちょっと来月連れてくわ。失神するかもしれないけど。変な瞬間。オーシャン。男の子だ。
こんなところで髪切るのっていうおしゃれさが。この辺とかにつけたらいいんじゃないですか、うん、上ら辺にね、ふんわりさせた状態で。これで今日の収録中絶対割れないっていう、うん、収録って呼んでるんですか、収録でタレントじゃん。なんかこういうスプレーってワックスやった髪型が崩れないようにやるイメージ、そう、美容院で最後の仕上げだよね。あ、でもいい感じ。これでも絶対崩れない。おーおーおー、はい、ありがとうございます。これでもう、あー崩れてない。あ、マジで、うん、おー、いいっすね。あ、今後いいね。これで前髪割れないように。あー崩れてない。ありがとうございます。これでもう最強の前髪を手に入れた。よし、じゃあ次の問題いきましょう。おー、おー、あー、何してんねん。パクリ、何してんねん。すっげー、あー癖で、あーいつもの癖でオールバックにしちゃった。すごいな。そう来るとは思わんかった。壮大な前振りで、そう来るとは思わんかったね。今グラッショットやから完全に。あー、あー、それで固めた。ああ、よいしょ、行きましょう。オーシャン東京のこれでオールバックおじさんみたいな。チャンネル登録よろしく。さあラスト、もうラスト、やっててよ。生活系、いやこれも頼む。生活ね、無理でしょ。生活系は頼むよ、これ当ててくれよ。生活がどこまでかが確かに、確かに一番広いが、ヘアスプレーも生活じゃもんね。まあそうだね。でもありましたよ、ヒントは。まあ確かにジャンル、まあさっきの1ポイントみたいな感じでジャンルで当ててくれれば。内藤が生活感がね、なかなか分かんないんだよな。そうっすね、確かに生活してない。そうなのよ、生活が見えない。生活が見えない、いいっすね、なんかかっこいいっすね。そう、かっこよく言うと生活が見えない、やっぱプライベート感がない基人ですから。じゃあ、いきますか。はい、はい、もうこれはガチで、だから本当に生活で使いたいと思ったものを買ってきました。あるわ。おー、いいね。なんで結構、もう本当にリアルなの。ボケてない、ボケてない。おこれから行こうかな。はいよ。いや、自信ないですね。いや、でもそう言って当ててますから。逆にオキシクリーン。おー、おー、目に入った。ガチのね。そう、目に入って、まあオキシクリーンってなんかみんな買ってるじゃん、コストコとか。あー、そうだね。だから一回ちょっと買いたいのかなとか思って、最近俺使い始めたのよ。何にでも使えますよね。何にでも使える。あ、そうなんだ。兄ちゃんって綺麗にしたいってなったら結構徹底的にやりますから、ね、そうだよね。 あと楽なのがいいとか、まあ入れるだけで綺麗になるというか。なるほど。はい、じゃあ僕から。はい、はい、あのもうこのなんていうんだろう、出てポップそのままに書きました。低反発モチッとフィットネックピローでございます。あー、ありそう。あのね、最近フェリーとか、うんうん、寝台特急とか乗りたいみたいな話してるじゃないですか。 あるで、そういうのって待合室とかもあるし、なんか思わぬこう座らなきゃいけない席とかあると思うんですよ、うん、そういう時にこう首に巻くネックピロー、これ必要なんじゃないか。わかるわ、ありそう。うわ、こりゃありそう。よく見てるねー。でしょ。うわー、すごい色が。こんな感じのおしゃれなここでやってたんで、もう目についちゃうんじゃないかっていう。このサイズ感もちゃんとこんな感じの釣り針みたいなものこれはあるんじゃないかと。いやついてんじゃないかと。うわー、めっちゃいいっす、ね、ありそう。ありそうでしょ。いいっすね。これいきます、ネックピロ。じゃあともくん、これね、普通の人だったら、はい、生活に入ってこないです。ただ、イーキャンはこれ生活になっちゃうんですよね。ギリ生活ね。ギリ生活に入れると思います。こちら、じゃん、卓球セット。卓球セット、イーキャンって卓球が好きなんですよ。あー、令和荘とかでもね、結構やるんですよ。はいはいはい、で、笑い、笑い寄りだな。じゃあ普通の人はね。そうか、筋トレコーナーにあったんですよ。うん、はいはいはい。だから俺も一応勘違いしちゃって。誰か俺ここ戻ってきたから、うわ、バラエティーやばい。いやでももう行くしかない。早田ひなさんとか生活の選手だ。生活を極めし者。中国のナンバーワン生活に立ち向かう。生活で金メダル取りたい。福原愛さん、生活レジェンド。生活のレジェンド。だから俺たちでも卓球やりたいんじゃないかなと思って。まあちょっと動画的にもね、やりたいかなっていうね。はい、卓球セットでございます。KK 内藤さんって皆さんが思っているよりおしゃれなんで
ですよ。思われてないんだ俺。失礼。ちょっと思ってるよ、おしゃれってさ。おしゃれに見せれてないのよ。一切思ってるよ、おしゃれってのは。自分のその思考に見た目がついててねっていう最悪のことだよ今の。おしゃれずっと失敗してる。そうそうそう、ずっと失敗してる人にしか使えないようなことです。おしゃれじゃないですか。じゃないですか。おしゃれじゃん。おしゃれじゃないですか。生活見えてこないと思うんですけど、生活用品とかはね、QOL が高いものだったりとか、ちょっとシュッとしたものを使ってるイメージがあるんですよね。そこでこちらハンドウォッシュなんですけど、ホワイトムスクのハンドウォッシュ。ありそう。見た目がおしゃれなやつ。わかるわ。あのボトルが茶色で。小物として揃えていきたいんじゃないかなみたいな、皆さんが思っているよりおしゃれなんで。ありそう。これ作ったらおしゃれと思われるから。思われます。これだ、これがなんだから、これだ、これあればおしゃれ。おしゃれ。ありそう。いやー、でも少ない反応し。なるほど、いい攻め。いやタイガー、はい。でも内藤さんってみんなが思ってるより、うん、ズボラとかあるんですよ。ああ、いい、いい言い方だ、いい言い方。内藤さんってズボラじゃないですか。間違えてるんですか。ズボラとかあるんですよ。なるほど。最近なんかこうプロテイン飲んでることがあるんですけど、なんかね、ペットボトルにぶち込んでたりするんですよ。ああ、よく見ます。ちょっとこう見た目悪いというか、なんか泥飲んでるみたいに。どんどん悪口だ。思ったよりのところから急に悪口になって、こいつ泥飲んでるじゃないか。そう、あ、こいつ泥飲んでるみたいな。日常で思ったより泥飲んでた。思ったより泥飲んでるじゃないですか。ペットボトルに入れてるんで。いや、そうね、そうありますね。これを買ったんじゃないかと。プロテインシェイカー。ああ、確かにありましたね。これはね、普通にそれこそ QOL も上がりますし、おしゃれ感というか、まあペットボトルじゃなくてもいけるぞと。うわ、いうことでリアルに使いたいもの。いやー、なるほどね。うわ、これやばいな。さあ、どうだ。やばい、もうみんな攻めてきてるわ。いや、いっていいっすか。はいはい、いきます。僕が生活で買ったものはこちら。ダダン、電源タップです。おーい、生活やんけ。一番生活。生活やんけ。マジで生活やん。あれさもない。電源タップ6個口でございます。うわ、生活すぎるよ。生活の時に最初に買うやつ。そう、生活の基準これ。一番初めに欲しくなるやつ。ようやく生活始めました。生活アイテムの真ん中でしょ、これ。これですよ、この電源。うわ、欲しかったの。これマジで、あのオルタナハウス の, あの編集部屋で足りなくなったのよ、このコンセントが。なるほどね。だからもうリアルで使いたいと思って買ってきました。なるほどね。なるほど。生活の基準だ。必須だな。だからザで一番王道中の王道、あえて選んできました。確かに、それ選択するのむずいな。それ最後が電源タップ。ボケーというかズラシなんだ。いやー、ということで、はい、今回は正解者なしでございます。むずい、むずいな。いやー、これはなー、ちょっとニアピンしてほしかったけどなー。優勝は、はい、1ポイントで渋谷ジャパン。おお、素晴らしい、すごいっすね。ちょっとでも範囲狭めてやりたいね。確かにちょっとね、うん、コンビニとか当たるかもしれないって、内藤も逃げなきゃいけない範囲のところで、うん、はいはい。そう、今回はもうね、逃げられやすかったから、もっと狭めてくれればやっぱ当たるかもしれないんで。むずいっすね。うん、目つぶって買ったんかってくらいの勝負。だから今回はもう基準やっぱ証明しましたね。もう全然みんなに読めなかった、あ、やっぱり YouTube 界の基準だな、これでお願いします。ビジネス基準可能性あるけどね。いや、これからも基準でやっていきますんで。基準とか言わないでください。うもう本当にもうとんでもないところに行ってるんでね、僕はね。はい、これからも基準キャラでよろしくお願いします。はい。めっちゃ喋るから。基人って炎でなんか締め込まないけど、めっちゃ口で。センスケじゃなくて、泥拭きの口なんですよ。泣くし立てて。泥拭き。いいですか、基人ですからね。基人内藤でやらせてもらいます。はい、それではいきますよ。はい、せーの。いっちゃった。いっちゃったよ。基人ですからね。ぜひ当たった方コメント。あ、確かに、これ当たったらすごいですよね。ぜひ当たった方いたらコメントください。ぜひ。いや、すごい当てられたら、ちょっとまたやりましょう、第2弾。いやー、内藤さん当てたいな。当ててください、次こそは。俺を普通の人に戻してくださいよ。頼みますよ。